問題です。さとみくん元気がないみたいです。励ましてあげようよ。どうやって励ます？よし、電車ごっこをしよう。電車ごっこ、ガタンゴトーン、ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。さとみくん楽しいね。楽しい。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。ほら、電車ですよ。わーい。そういえばさとみくん、どうして落ち込んでたの？急に苦しそうな顔に、きっと辛いことがあったんだ。大丈夫です。僕たちに話してください。何があったんですか？それは…え？それだけ？うん。問題です。レディーゴー。正解発表。そうです。僕たちに話してください。何があったんですか？それは…舌噛んだ。え？舌噛んだ。それだけ？うん。はい、北くん。心配して損しました。もう帰ろう。チクソー！何が？まずい。テストの点が悪かった。いや、待って。もしかしたらみんな悪かったかもしれない。そんなに知りたいんだったらしょうがないですね。じゃあ行きますよ。はい。え勉強は苦手なんです。ほら、誰になって得意不得意はあるよね。こうなったらリーナも見せてください。しょうがないな。はい。お前それはさすがにって、何ですかこの結果。意味わかんないです。まあ誰にだって得意不得意ってあるからね。問題です。レディーゴー。正解発表。ほら、誰になって得意不得意はあるよね。こうなったらリーナも見せてください。しょうがないな。はい。お前それはさすがにって何ですかこの結果。意味わかんないです。まあ誰にだって得意不得意ってあるからね。得意不得意ありすぎだろ。食欲の秋。急にどうした？秋と言ったら紅葉だよな。聞こえてない？ちちち、まだまだですね。秋と言ったら読書の秋ですよ。でもルート君、本読むの苦手だよね。問題です。レディーゴー。正解発表。聞こえてない？ちちち、まだまだですね。秋と言ったら読書の秋ですよ。でもルート君、本読むの苦手だよね。うそれに秋と言ったら絶対睡眠の秋だから。ってことでおやすみなさい。